ここ渡りそばということで、この度発売します。そばは宮城県の渡り郡 の、 津波で被災した農地だとか、給排水がまだできてないちょっと山手の、農地もありますけれども、そこで採れたそば粉です。でそのそば粉を使って、山形の製粉屋さんにお願いしたんですけれども、一本引きで言って殻も甘皮も一緒に引き込むタイプのそば、粉を作って、地元の、蕎麦屋さんで製品化しました。つなぎも工夫してまして、強力粉をちょっと使って、蕎麦の、弾力というかな、割と、コシのある蕎麦に仕上がりました。で一本引きの粉を使っているので、甘皮の部分がちょっと緑色になるんですよね。これちょっと茶色っぽいですけど、うっすら緑色がかかるというお蕎麦になっています。はい、どうぞ。はい、食べてみてください。はい、どうぞ。はい、渡りのここで作ったそば。実はこれ太平洋と阿武隈川と鳥の海をデザインをしています。この春に農協の方から一緒にそばプロジェクトをやろうという話があって、春先の現地にちょっと行ってみました。トラクターが入って今にも田植えのできそうな感じだったんだけれども、給水設備、排水設備がまだだということで稲は植えられないということを農協の方からお聞きしました。でちょうどこの阿武隈川が湾曲を90度湾曲している先ですね、この辺で植えたんですけれども、津波が太平洋からまっすぐ来て阿武隈川の湾曲した土手にぶち当たって、そこの土手は全部切れちゃったそうです。でそういうところで、今年そば作りにチャレンジするというので、パッケージについてはイメージを出して、こういうパッケージに作ってもらいました。いろんな思いがこもったそばですので、ぜひ皆さんお買い求めください。生協とか生協と農協の店で売ってますので、ぜひよろしくお願いします。